二軍監督の声をお届けします、はい、それではお聞きください。まあ、この1ヶ月の中でも最も大きいトピックといえば西岡選手の一軍復帰あると思うんですけど。そうですね、前にも言ったと思いますけども、二軍で彼がやり残したことはないと思うんですよ、はい、ただ気になるところはあまり二軍でもその雨とかがいろいろあってですね、ゲームの消化がそんなできなかったので、ゲームに出ての体のその疲労だとか、そのアキレス腱のですね状態云々っていうのが非常にちょっと心配な部分があるんですけど、ただ彼自身がかなり自分自身を追い込んで準備ができて上に行ってますから、まあ、これはちょっと乗り越えなきゃいけない、いい意味の体の張りだと思いますのでね、まあ結果もちょっと出してくれたので、ちょっと一安心はしてるんですけどね、一軍でも結構慣れないポジションでの出場が続いていると思うんですけれども、そのあたりどうご覧になってますか。ファームでも守らせたポジションですけども、ほとんどやってないと言っていいぐらいのポジションですから、はい、こんなこと言うと監督に怒られますけどね、西岡の負担重いなってやっぱ見てましたね。で、彼自身がプレースタイルは 120% のプレーをしようとするじゃないですか、はい、だからそういう部分でのミスというものがちょっと気になった部分がありますけども、ただ鳴尾浜の球場の大きさと甲子園の球場の大きさが全然違いますので、同じセンターだとかこうレフトを守るにしてもですね、広さが違うので、それも風もちょっとスタンドの形状も違いますね。当然やっぱ打った瞬間の打球判断っていうのが鳴尾浜と違ったと思うんですよ。ちょっとセンターで前に落としたのバック踏みましたもんね、はいはい、だからあのあたりはやっぱそのスタンドの雰囲気だとか風だとか、そういうのが西岡のちょっとした判断をミスらせたんだと思いますけど、まあでも僕はよくやってると思いますよ、その西岡選手がいなくなったファームですけれども、やっぱりこう西岡選手が二軍で若い選手たちと一緒にやったということで、ファームの選手たちにいい影響というのは残してくれました。彼がゲームに出た時に非常にこう緊張感のある空気感をね作ってくれますので、そういう空気感というのは北条が下にいた時ですね、西岡が上に上がって、今度はお前が西岡が作ったような守る時の西岡の作る空気感というものは北条の空気感を今度は作らなきゃダメなんだよと、やっぱり緊張感のあるやっぱりいい意味でそのゲームを楽しむ緊張感というのかな、そういうものはお前が作らなきゃダメなんだよって言ったら北条自身も分かってますと、これは北条も西岡と二遊間守ったりしましたのでね、そういう部分ではすごく北条には僕すごいプラスになってると思うんですよ。糸原がああいう形の怪我をしてしまったので、北条にチャンスが回ってきた、その時に僕糸原には本当かわいそうで申し訳ないんだけども、やっぱりプロ野球選手って怪我ってのはやっぱ避けられない部分ってあるじゃないですか。そういう怪我があった時に誰かにチャンスは回ってくるんですよ。僕もレギュラーのサードの方の怪我で僕はサードを守れるようになりましたので、そういう意味では北条に上に上がるときに、確かに糸原の怪我っていうのは喜んではダメだよと、喜んじゃダメだけども、お前がチャンスが来た事実はあるわけだから、このチャンスをお前の手で力で今度は掴まなきゃダメだよと言って送り出してあげたんですけど、そういう意味では北条自身も西岡とやった数試合で、また糸原の怪我、そういう形で回ってきたチャンスですけども、これをものにしなきゃダメでしょうね、そして岩田投手が676日ぶりに一軍での勝利ということになりました、はい、ちょっと見てたんですけどもね、新幹線移動しながら携帯で見てたんですけど、やっぱスライダーのキレだとかストレートも143、4ぐらい出てたでしょ。でファームでもすごくスライダーのキレが良かったので、島本にするか岩田にするか久保コーチとすごく迷ってたんですよ。でも僕は岩田のスライダーのキレが良ければ、岩田の方まず先に岩田を推薦してあげた方がいいんじゃないかと、うん、島本はまだ中継ぎでも投げられますしね、岩田は先発しかできませんから、そういう意味で島本はもっとチャンスが回ってくるだろうから、いい状態の時の
岩田を先にした方がいいんじゃないだろうかというのはもう久保コーチとも意見が一致しまして、あとはもう上の判断に任せようよと、あの岩田、島本、まあ大八木ですよね、この3人ですから、そういう形で上の判断に任そうと言ったら岩田という指名だったので、まあ、その岩田が、まあ、5回、まあ、2失点、まあ、勝利投手ですから ね、 そうですね、まあ、よしよしですね本当に岩田自身がすごくこの一勝っていうものをいい形で重く受け止めてもらってですね、あの次につなげてもらいたいですよね。今までやってきた彼のファームで、まあ、やっぱ非常にやっぱ悔しい思いもしてるし、そんなチャンスありませんでしたから、その中で掴んだ一勝ですからね、これはもう次の登板に生かしてもらいたいですね。まあ、掛布監督に西岡選手、岩田投手のお話聞きましたけれども、はい、やっぱりあのクラスの選手が戻ってきてくれると、うん、まあ、心強さはありますよね。そうですね、うん、で誰が落ちんねんという危機感もやっぱり出てきますので、チームは一瞬キュッと締まりますからね、はいはい、2軍で若い選手たちと一緒にやったということで、ファームの選手たちにいい影響というのは残してくれました。彼がゲームに出た時に非常にこう緊張感のある空気感をね作ってくれますので、まあ、そういう空気感というのは北条が下にいた時ですね、西岡が上に上がって、今度はお前が西岡が作ったような守る時の西岡の作る空気感というものは北条の空気感を今度は作らなきゃダメなんだよと、やっぱり緊張感のあるやっぱりいい意味でそのゲームを楽しむ緊張感というのかな、そういうものはお前が作らなきゃダメなんだよと言ったら、北条自身も分かってますと。これは北条も西岡と二遊間守ったりしましたのでね、そういう部分ではすごく北条には僕すごいプラスになってると思うんですよ。まあ糸原がああいう形の怪我をしてしまったので、北条にチャンスが回ってきた、まあ、その時に僕糸原には本当かわいそうで申し訳ないんだけども、やっぱりプロ野球選手って怪我ってのはやっぱ避けられない部分ってあるじゃないですか。そういう怪我があった時に誰かにチャンスは回ってくるんですよ。僕もレギュラーのサードの方の怪我で僕はサードを守れるようになりましたので、まあ、そういう意味では北条に上に上がるときに、まあ、確かに伊藤原の怪我っていうのは喜んではダメだよと、喜んじゃダメだけども、お前がチャンスが来た事実はあるわけだから、このチャンスをお前の手で力で今度は掴まなきゃダメだよと言って送り出してあげたんですけど、まあ、そういう意味では北条自身も西岡とやった数試合で、また糸原の怪我、そういう形で回ってきたチャンスですけども、これをものにしなきゃダメでしょうね、うん、そして岩田投手が676日ぶりに一軍での勝利ということになりました、はい、ちょっと見てたんですけどもね、新幹線移動しながら携帯で見てたんですけど、やっぱスライダーのキレだとか、ストレートも143-4ぐらい出てたでしょ。でファームでもすごくスライダーのキレが良かったので、島本にするか岩田にするか久保コーチとすごく迷ってたんですよ。でも僕は岩田のスライダーのキレが良ければ、岩田の方まず先に岩田を推薦してあげた方がいいんじゃないかと、うん、島本はまだ中継ぎでも投げられますしね、うん、岩田は先発しかできませんから、うん、まあ、そういう意味で島本はもっとチャンスが回ってくるだろうから、いい状態の時の岩田を先にした方がいいんじゃないだろうかというのはもう久保コーチとも意見が一致しまして、あとはもう上の判断に任せようよと、岩田、島本、まあ、大八木ですよね、この3人ですから、そういう形で上の判断に任そうと言ったら岩田という指名だったので、まあ、その岩田が、まあ、5回、まあ、2失点、はい、まあ、勝利投手ですからね、というのは北条が下にいた時ですね、西岡が上に上がって、今度はお前が西岡が作ったような守る時の西岡の作る空気感というものは北条の空気感を今度は作らなきゃダメなんだよと、やっぱり緊張感のあるやっぱりいい意味でそのゲームを楽しむ緊張感というのかな、そういうものはお前が作らなきゃダメなんだよと言ったら、北条自身も分かってますと。これは北条も西岡と二遊間守ったりしましたのでね、そういう部分ではすごく北条には僕すごいプラスになってると思うんですよ。まあ糸原がああいう形の怪我をしてしまったので、北条にチャンスが回ってきた、まあ、その時に僕糸原には本当かわいそうで申し訳ないんだけども、やっぱりプロ野球選手って怪我ってのはやっぱ避けられない部分ってあるじゃないですか。
そういう怪我があった時に誰かにチャンスは回ってくるんですよ。僕もあのレギュラーのサードの方の怪我で僕はサードを守れるようになりましたので、まあ、そういう意味では北条に上に上がる時に、まあ、確かに伊藤原の怪我っていうのは喜んではダメだよと、喜んじゃダメだけども、お前がチャンスが来た事実はあるわけだから、このチャンスをお前の手で力で今度は掴まなきゃダメだよと言って送り出してあげたんですけど、まあ、そういう意味では北条自身も西岡とやった数試合でまた糸原の怪我、そういう形で回ってきたチャンスですけども、これをものにしなきゃダメでしょうね、うん。そして岩田投手が676日ぶりに一軍での勝利ということになりました、はい。ちょっと見てたんですけどもね、新幹線移動しながらあの携帯で見てたんですけど、やっぱスライダーのキレだとか、あのストレートも143、4ぐらい出てたでしょ。でファームでもすごくスライダーのキレが良かったので、島本にするか岩田にするか久保コーチとすごく迷ってたんですよ。でも僕は岩田のスライダーのキレが良ければ岩田の方まず先に岩田を推薦してあげた方がいいんじゃないかと、うん、島本はまだ中継ぎでも投げられますしね、うん、岩田は先発しかできませんから、うん、まあ、そういう意味で島本はもっとチャンスが回ってくるだろうから、いい状態の時の岩田を先にした方がいいんじゃないだろうかというのはもう久保コーチとも意見が一致しまして、あとはもう上の判断に任せようよと、岩田、島本、まあ大八木ですよね、はい、この3人ですから、そういう形で上の判断に任そうと言ったら岩田という指名だったので、まあ、その岩田が、まあ、5回、まあ、2失点、はい、まあ、勝利投手ですからね、そうですね、まあ、よしよしですね本当に岩田自身がすごくこの一生っていうものをいい形で重く受け止めてもらってですね、次につなげてもらいたいですよね。